3分でわかる韓国代表。皆さんこんにちは、サッカーキングのミッシーです。 FIFA ワールドカップカタール2022全32カ国ガイド32カ国目、現在ファランク28位、10大会連続11回目の出場となる韓国代表について紹介します。まずは韓国代表のポイントをご紹介。元 J リーガーが名を連ねる。アジア人初のプレミア得点王。元ポルトガル代表の指揮官。ポイント1、元 J リーガーが名を連ねる。まずはキョン夫人からチェックしていきましょう。キョン夫人は 4-3-3 となっております。ゴールキーパーのキム・スンギュやディフェンダーのキム・ヨンゴンなど J リーグでもプレーした経験を持つ選手たちが名を連ねています。また前線にはヨーロッパでプレーする選手たちが揃います。イラン代表や UAE 代表など西アジアの5カ国と同組となったアジア最終予選 A 組を7勝2分け1敗の勝ち点23で2位通過。これで10大会連続の本大会1勝と常連国となりましたが、決勝トーナメントに進出したのは2回のみ。まずは3大会ぶりのグループステージ突破を目指します。ポイント2、アジア人初のプレミア得点王。注目選手はフォワードソン・フンミンです。縦への推進力を生かしたプレーで得点を量産する韓国代表のエースでありキャプテンです。アジア最終予選では13試合に出場して7得点1アシストを記録しました。昨シーズンは所属するトッテナムでリーグ戦35試合で23得点を記録。アジア人として初めてプレミアリーグ得点王に輝きました。11月上旬のチャンピオンズリーグマルセイユ戦で左目付近を骨折し手術を実施。プレーの影響が懸念されています。ポイント3、元ポルトガル代表の指揮官。韓国代表を率いるのはパウロ・ベント監督です。ポルトガル出身の53歳、現役時代は守備的ミッドフィルダーとして活躍し、ポルトガル代表として35試合に出場しました。日韓大会のメンバーにも選出され、ポルトガル代表としての最後の試合の対戦相手は現在自身が率いる韓国代表でした。スポルティングやポルトガル代表、オリンピアコスの監督を経て2018年8月に韓国代表の監督に就任しました。今年6月には韓国代表として歴代最長の在任期間を更新しました。韓国代表はグループ H に入りました。初戦はウルグアイ代表、第2戦はガーナ代表、第3戦はポルトガル代表と対戦します。韓国代表の最高成績は4位です。カタール大会では一体どうなるのでしょうか。3分でわかる韓国代表、最後までご視聴ありがとうございました。これで全32カ国が出揃いました。みんなで FIFA ワールドカップを楽しみましょう。さよなら。